さて、語る時が来たようじゃ。巨人は歩き、島の人間と最初の出会いをした。黄色い巨人を見た人間は、巨人の登場に驚くよりも、その大きさが小さかったのでびっくりした。思ったより小さかったのね。ところがじゃ、その巨人が大きく大きくなっていくので、またびっくりしたんじゃ。人間が喜んだり怒ったりする気持ちを吸い込んで、大きく大きくなっていったのじゃ。マップが現れた。島で何かが起きたようじゃ。色のついた土地は集落の中心。人間たちにとって特別な場所じゃ。ここに特別な建物を建てることになるのじゃ。木のない土地はエネルギーがない。人間は木を欲しがっているようじゃ。木は持って運べるんじゃ。人間は喜んで愛をくれたんじゃ。愛が一回りすれば、愛で満たされ大きくなる。じゃが、愛で一回り貫かなくてはならない。飛び跳ねれば体の重さで地面をへっこませられるんじゃ。優しい巨人が一変し、怒りの形相を浮かべておる。怒りの巨人は破壊のみじゃ。物が持てない。家が建ったの。これで雨風が防げる。暴れておる。穏やかだった面影はどこにもない。新しい人間も生まれてくるようじゃ。巨人は優しくなった。穏やかな慈愛の表情じゃ。優しい巨人は破壊をしないのじゃ。
人間は建物を平らな土地に建てたがっておる。人間は邪魔なものを動かしてほしいようじゃ。マジックパワーを使って土地を上げるのじゃ。人間は建物を平らな土地に建てたがっておる。マジックパワーを使って土地を下げるのじゃ。人間は怒って憎しみをよこしたんじゃ。憎しみが一回りすれば憎しみが充満し大きくなる。じゃが悪を貫き憎しみで一回りしなくてはならない。ちょっと大きくなったね。モニュメントの建設が始まった。人間は花を欲しがっておるようでは、花のないモニュメントは味がないものになってしまうからの。花を生み出す方法は木に関係しておるのじゃが、そのやり方は忘れてしまった。
地面に手を突っ込んで引っ張るのじゃ。山ができる。引っ張り続ければ海だって山になるんじゃ。昼だ。太陽は真上じゃ。頑張っておるようじゃが、まだ小さいからモテないんじゃよ。可愛がってもらった人間は巨人を慕うじゃろう。大きくなったね。
大きくなったね。太陽が沈んでいく。時期に別れの時がやってくる。朝、太陽が昇り、巨人は海からやってきた。夕方、太陽が沈む。巨人の足取りは重く重くなるのじゃ。島から太陽が去っていく。巨人の体は消えていく。島の一日はこれでおしまい。明日も巨人はやってくるのじゃろうか。巨人の寿命は太陽と同じ。朝日とともに生まれ変わるのじゃ。ここは緑のエネルギーのない土地じゃ。人間は建物を建てることができないんじゃ。優しい巨人が一変し、怒りの形相を浮かべておる。
怒りの巨人は破壊のみじゃ、物は持てない。暴れておる。穏やかだった面影はどこにもない。木を抜くとエネルギーがなくなる。家も壊れてしまうんじゃ。木を置いて土地に緑のエネルギーが入ったんじゃ。木を持ち上げてエネルギーを運ぶことができるんじゃ。花は世界に一つしか存在できない大変貴重なものなのじゃ。巨人は優しくなった。穏やかな慈愛の表情じゃ。優しい巨人は破壊をしないのじゃ。世界のどこかに花があると新しい花ができても消えてしまうのじゃ。この花は人間がモニュメントを建設するときに必要なものじゃ。花を持ち運ぶこともできるが、木のエネルギーがない土地に置いてはいかん。花が消えてしまうのじゃ。モニュメントの建設が始まった。人間は祈ってるの。神様だと思ってるようじゃ。人間は花を欲しがっておるようじゃ。花のないモニュメントは味がないものになってしまうからの。おお、そうじゃ。あ、思い出したわい。木を一箇所にたくさん集めると花が誕生するんじゃった。花はモニュメントの建設に必要なものじゃから、あ、よく覚えておくといい。わしの知識のネタ元、それがそどるメモじゃ。スタートボタンを押し、メニューから選ぶとそれを読むことができる。日替わりで新しくなるので毎日チェックじゃ。マップが現れた。島で何かが起きたようじゃ。おや、嬉しそうじゃ。友達になったんじゃの。おお、覚えてくれたみたいじゃの。邪魔なものを動かしてほしいようじゃ。家の下に何か埋まっていることもある。
家を持ち上げて確かめてみるんじゃ。
大きくなったね。壊すと何かが現れるじゃろう。昼だ。太陽は真上じゃ。中身はマークでわかるから安心じゃ。おお、そうじゃ。あ、思い出したわい。木を一箇所にたくさん集めると花が誕生するんじゃった。花はモニュメントの建設に必要なものじゃから、よく覚えておくといい。
太陽が沈んでいく。時期に分かれじゃ。もし再び巨人が現れるならば、おそらく今朝の大きさで現れるんだ。太陽が沈んでいく。別れの時じゃ。我々はその切なさを受け止めねばならない。ただ夕焼けはとっておきの景色で人々の心を慰めるのじゃ。
今度の巨人はどんな歴史を刻むんじゃろうか。ところが木には寿命があるのじゃ。木がなくなると緑の土地も土の土地に戻ってしまう。嫌われてしまったようじゃ。仕事もせずに遊んでおるの。まあこういった人間も必要だと思うがの。ヘイト巨人に変身して叱ることもできる。絶望的じゃ。この水は埋まらないかもしれんの。木を一箇所にたくさん集めると新しい木とともに花が誕生する。花はモニュメントの建設に必要じゃ。よく覚えておくといい。ちょっと大きくなったね。
巨人は人間を抱いて別の集落に人間を運べるんじゃな。小さなものを踏み潰すと大変じゃぞ。そっと歩けば人を踏むことはない。人間は祈ってるの。神様だと思ってるようじゃ。集落の人間たちが仲間を連れて行かれて怒っているようじゃ。
できるといいの。仲間が増えたので新入りのことを歓迎しているようじゃの。種族が混ざることで今までとは異なった文化が生まれることじゃろう。耳寄りの話じゃが、集落の旗の色は種族の色なんじゃ。かなり大きくなったね。大きくなったね。わあ、大きいな。とってもとっても大きくなったね。人間は完成したモニュメントを建て替えることはしない。昼だ、太陽は真上じゃ。
何かの理由でモニュメントを建て替えたいのなら、そのモニュメントを破壊するしかないんじゃ。やりおった。なぜ人間は太陽の光を拒む建物を建てたのじゃろうか。